さあ今ゲートオープンしてユニカーを走ったのはタイタイヤ、そして大型でしょうか。2名のライダーがワンツー体制を作ってきて、そしてダブルエントリーのレシガーラもしっかり中盤から前のライダー狙っていくところ、第2ストレート1番手もぎ取っていくのは平良だが、第2コーナーで大型が狙っていくアウト側から、ここはインガーで平良が先頭に1枚、その中心で大型が見事に1番手に勝ち上がる。そして先ほど転倒した中塚が2番手に上がってきている。平はなんとか起き上がって体の方は無事そう。その中大型誠が逃げる逃げる逃げる、1番手で逃げる。その時の中塚、そして大型が1番手ゴールを通過していく。中塚が2番手入っていく。4番手に前田拓実が入っていく。そして勅使河原徹も最終リズムセクション、しっかりとプッシュを入れながらこの重たいコースを